足指がピカーンと刺してますね。土曜の、そうだ、牛の日ですね、今日ね。あ、そうか。ツイキャス切れてたんですか？すいませんね。あ、すいません、さっきちょっと復活させてしました。そっか、メール読んでて気づかなかったんです。そう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 。あー、残念。あの、めいちゃんさんのラジオ体操の思い出を読んでたんです。髪の毛ボンバーで私平気な人なんですけど、別にそんな早朝でなくても普通の出勤でもボンバーでいいじゃないですか。全然気にしない人なんですけど、気にする人はもうラジオ体操行くだけなのにきっちりしたりしますよね。すごい偉いな。まあ確かにね、人前に出るからちゃんとやろうっていう人も、うん、サザンブリーズをお送りしております。はい、ラジオ体操の思い出面白いですね。ラジオ体操ね、まだお待ちしておりますよ。お願いします。はい、ではそれでは一つお知らせをお願いします。はい、はい、お知らせですね。急にいましたね。こちらが、トロピカルビーチのジュニアプログラムです。はい、水に親しむ基礎的なことから海の楽しさ、海の危険性、身を守るための知識などをライフガードと一緒に楽しく学ぶプログラムですと。ライフガードの方がね、と一緒に学べるんですよ。で、一番近いところ、何回かあるんですけど、夏の間に、一番近いところでは7月29日土曜日に開催されます。はい、こちら29日土曜日の、午前10時から、もしくは午後14時から、どちらも約1時間半程度の、楽しい学ぶプログラムと。はい、なってるということです。こちらは幼児から高校生まで、ね、はい、親同伴もちろん可能で、参加費はなんと無料ですとなってるんですよ。いいですね。これだから海 の、 あの楽しさを勉強しつつ、海、まあ、こういうことしたら危険だよとかっていうのをちゃんとそのプロのライフガードの方に教えてもらいながら、うん、もちろんその子どもたちも楽しめるし、親御さんもどういうとこを気にした方がいいのかなとか、はい、っていうことを勉強できるってことですよね。はい、だからただ海に来てわーってやるのもいいんですけど、うん、一応知識がね、やっぱ海慣れてる人はいいかもしれないですけど、慣れてない人とかね、わ、うん、からないと思うので、どういうとこ気をつけたらいいかとかね、絶対知ってもらえるでしょうね。プロの方にね、教えていただけるので、しかも無料なので、うん、ぜひこの機会に参加してみてはいかがでしょうか。ね、絶対楽しいですよね、この方。はい、こちらお気軽にお問い合わせくださいと。はい、電話番号、連絡先が、098-897-2759 098-897-2759 となっております。はい、まあ、こちら日程はですね、天候などにより予告なく変更する場合ございますので、まあ、ご了承くださいませと。はい、まあ、ちょっと荒れてたりとかしたら大変だということですね。はい、まあ、気になった方は今の電話番号、ね、連絡していただければ、いろいろと お答えいただけるということになっております。で、これ当日に来ても入れるんですよね。言ってましたね。別に予約とかもなくて大丈夫なので、うん、29日、だいたい土曜日、日曜日に開催されることが多いんですけど、うん、毎週ではないんですけど、そうですね、一番近いところでは29日土曜日に開催されます。はい、8月は13日日曜日と26日土曜日となってます。はい、ぜひ楽しみながら勉強してみてください。はい、どうぞ。はい、はい、以上お知らせでした。はい、ツイキャス来てますね。ツイキャス止まってたみたいで失礼しました。あ、すいません、失礼しました。テーマなんだっけ、スプリムさん。今日は、
ラジオ体操。私今度うなぎって言いそう。なんで？もうあかんお腹減ってるよ。じゃあさっきのあれでしょ、あのツイキャスの牛、今日は牛の日だっていうコメントの。そう、今日土曜の牛の日らしいですね。そうですね、この宮城さんの頭の中うなぎが食べたいの。この牛の日の話をさっきしてたからうなぎって言いそうになった。うなぎ食べました、まだです。食べてないわ。なんか肉厚のうなぎが食べたい。ぶっといやつ。醤油とこの甘辛いやつね、山椒振ったやつね。うなぎいいな。食べてないな、うなぎなんて。なんかあの琵琶湖の、うん、なんかいい感じのうなぎとか料理出してる店がありましてね。船で行ったのかな。で、船乗ってる時にこう船頭さんに、あんたの腕ぐらいのうなぎやでって言われて、私の二の腕ぐらい、ちょっと今もちょっと太ってますけど、こんな太い、うなぎ食べたんですよ。え、本当にいたんですか、それぐらい大きいのが。といるから、そういうのを出してますよって。へー、すごい、ね、皆さん今日は食べるんですかね。食べたいな。で、あのテーマはブラジオ体操なんですけど、うん、そう全然違う。あの宮城さん、麦わら帽子どうしたんですか、うん、今日忘れました、スタジオ、あの急なに忘れてきました。持ってきたのに。あら眩しいんですけどね、はい、ラジオ体操、はい、ね、今年は毎日行きたいなと思ってるんですよ。え、もう何、ね、うん、ん、何日も行ってるんですか、もう毎日って。今日初めて。あ、今日ね、はい、今日あの1日目は行ったけど終わってた。時間間違って。早いですよね、6時半って。いや、時間分かってたんですけど、もう最大限に急いでも終わってましたね。あ、それは残念。あのちっちゃい頃はその家の前でラジオ体操やってたんで行ってたんですけど、うん、もう今はね、この大人までなるまでずっとラジオ体操って、もう踊りも変わらん、音楽も変わらないから、だいたい次手を広げてこうしてとか分かるじゃないですか。確かに。でも子供って初めてだから、何をどうしていいか分からない。ラジオもなんかボワボワして、あんまり何指示が分からないから、うんうんうん、手を前から横に広げてって、分からないから、みんなの見ながらやるじゃないですか、うん、すごいワンテンポ遅れた子供で、あ、キョロキョロ周りを見ながらやるんだけど、もうずれてる、なんか見てやった頃にはもう次の踊りになってるみたいな。お、もうそれが恥ずかしくて。なかなかついていけなかった。もうなんて私はノロマなんだろうと思って、ショックを受けながらも、いやいやながらも言ってました。あ、それでも言ってたんですね、すごいですね。一応できるようにはなりたかったんですね。あ、うん、いやー、もう全くラジオ体操にそんな感情を持ったことがない。いや、ラジオ体操って大体です、なんていうんですか、まあそういう地域の方々、近くの地域の方々公園でバッと集まったりとかっていう感じじゃないですか。普段会わないけど、一応近所の人が顔合わせるんだよね。はいはい。で、だから僕も小学校の時は、まあ数回は行ったんですよ。はいはい。数回は行ったんですけど、別の小学校の、友達がいたんですね。はい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 。で、その子とかは、そのラジオ体操の時だけ、はいはい、あったりとか。はいはいはい。いますよ ね、うん、その時にあったり、それちょっと会うのはちょっとそれは楽しみだったんですよ。おー、で、友達になったり、うん、そうそう、なったりとか。で、向こうはまたじゃあ明日とか言うんですけど、僕はもう明日来ない。来ないけどなって思いながらもう、あ、うんって言いながら。もう心は来ないと決まってる。俺はもう起きないって思ったけど。朝苦手なんですか。苦手でしたね。今もまあそうですね。得意ではないかもしれない。そういうのはありますよね。だから普段会わない人が集まるから、うん、今だったらね、嬉しいかもしれないですけどね、その子供の時も人見知りで、それももうビクビクして怖かったんです。なんか学年とかも一緒くたにな、一緒、ね、混ぜ混ぜだから、もうなんかドキドキしてましたね、毎日ね。そう、大人になったらね、そういういろんな出会いがあって直しですけど、ね、近所の人とね、やっぱり会えるからいいですよね、うん、はい。シュプリームさんからいただいております。ラジオ体操のテーマですね、これ。何十年前だろうと、ラジオ体操に行ったのは。ラジオの最後の日はスイカ割りがあって、あれは楽しみで行ってたようなもんだったな。ところで、
お二人は第二話できますかと。あ、第二、今日第二まであって、はい、一応できました。できました。ちょっと遅れてるとこありましたけど、今だけ第二はちょっとテンポ難しいんですよね。第二まであんまやらないから、あ、覚えてないから、これはあの見本のおじさんのやつ見ながらやります。でも第二とかもそのラジオ体操 もちろん夏休みの時もそうなんですけど、小学校中学校の体育の授業とかではやらなかったですか。やったかもしれないです。なんかすごいあの丁寧に教えられてラジオ体操で本当にちゃんとしないといけないっていう、はいはいはい、なんかそれも成績つけられてみたいなのありましたよ。それなんかすごい覚えたなっていうのは。でもこれ何年に始めたか分かんないですけど、ずっと変わらない、もう、ね、いいもんなんですよね。そうですよね、いろんな体の動かし方して、この本当にいいもんなんでしょうね。ラジオ体操ね。あの内な口バージョンあるの知ってますか。分かります、はい、あれもでも 動きは分かるけど、その言葉の意味がそこそこに分からないから。でもあれは繰り返し聞いてたら、あの聞き取れるようになってきて、あこの指示通り動けるようになります。ああ本当ですか。カイナを面会あげてそうそうそう。いいですよね、キャンさんのやつね。あれね。はい。他は来てますかね。なんかね、ラジオ体操もね、やってる、真剣にやるといいもんですよ。あ、こちらまたメールいただいてますよ。ありがとうございます。はい。はい、さゆき姫あずまさん、もみやいびしが、小学生の夏休みのラジオ体操行く前、はい、約1リットルの水一気に飲み干して公民館にダッシュ。ラジオ体操終わる頃にはみんな CMI がしたくて足組みしてる。体操終わったら公民館の壁にチューチューグは斜め上45度に向け芝居ビーム。しゃー、待って、え、誰が一番高く上がるか勝負してた。うそそんな野蛮なこと。まあまあ分からんでもないです。あ、そうなんですか。分からんでもないです。大丈夫、沖縄。ゆきひめあずまさん、アンモニアは1週間くらい後がついて消えないわけよ、試しにやってみて。あ、ごめんゆきひめ、無理やっつぁって。ちなみにワンは自分の頭を超えたことあるよ。安心、また野菜。それ自分にかかったんじゃない。すごい、それってショックじゃない。自分の頭超えたことある。やめて、そんなん。もう子供をいたずらしようと思ってでしょ、夏休み入ったから。まあね、もう張り切ってるでしょ。こんなんやめてほしい。まあ、まあダメなことですよね。これは。うわ。まあ子供の頃はね、今やってしまうものもありますよ。そういうこともね。そうか。そうか。はい、ありがとうございます。ございます。はい、いろいろいただいておりますね。はい、じゃあちょっと一曲をおかけしましょう。はい。ポケットビスケッツでイエローイエローハッピー。もう私53分で終わるって言いましたよね。そうそう、もう53分。結局もう終わろう。早く帰らないでください。あ、そうですか。マイクから抜いて、あんま変わらないな、もう。ニービチラジオ体操って何それ。ニービチ、ニービチラジオ体操は R18 だよな。わかるわかるってどれに対して。ここにビシラジオ体操に対してわからんでしょ。なんかまとまりがない。あ、ちょっとこのこれを読んでから。さあ、それではちょっとここでお知らせです。おい、そろそろエンディングに近づいてきましたのでね、曲とかぶせていきますよ。那覇港からのクルージングでおなじみのウエストマリンさんから嬉しいリスナープレゼントのお知らせです。ウエストマリンさん、モビーディック号ディナークルージングご招待券をペア一組様にプレゼントいただいております。おディナークルージングですよ。いいな。
行ったことないんですけど、いいな、夜に船乗ってね、なんか食べたり音楽聴いたりするんですよ。素敵。なんかこうデートとかにね、うん、いいんじゃないですか。最高でしょ。これ当たったんだけど行かないみたいな。最高最高。いや、自然な誘い方できますよ。ねえ、ぜひご応募してください。あの、応募の締め切りは金曜日となっております。 FM 宜野湾までお名前連絡先を明記の上、番組でメッセージ、番組へのメッセージとともにメールでご応募ください。アドレスは 797@fmginowan.com です。そしてチケットは FM 宜野湾まで取りに来られる方のみとさせていただきます。またはね、着払いで郵送可能な方ですね、よろしくお願いします。チケットはね、9月30日まで使えますので、うん、夏休みの思い出に大切な人とディナークルージングはいかがですか。リスナープレゼントのお知らせでした。ぜひご応募ください。お願いします、はい、ではそろそろ時間となってしまいました。ツイキャスありがとうございます。宮城さん、はい、まず ターバさんですね。ニーベチラジオ体操18金、はい、でシプリームさん、分かる分かるって。で宮城さんがテーマ、ラジオ体操、朝は苦手で半分は行かなかった苦い思い出でしたと。あと那覇の市場でお昼頃、うちのラジオ体操の流れて、お店の人とお客さんがやってるの見たことあります。多いですね。あ、みんなでね、こういう交流しながらやるっていう。ああ、ちょっとコミュニケーションのツールにもなりますね。ああ、さすが、いいですね。よかったら明日から行ってみてはどうでしょうか、皆さんも。ああ、起きれるかな。ということで、今日はサザンブリーズをお送りしましたのは、ゆきと、東勝明でした。ではまた、ありがとうございました。ありがとうございました。結局、定時には無理だ。ありがとうございました。ありがとうございました。